今の面白かった。140円やった。そうね。これを自分攻めて組み立てるっちゅう。バック折り返します。あ、バックの練習ね。確かにぎこちないよね。確かにぎこちない。ミラーが怖くてしょうがないって感じ。あそこが狭いっすよ、ピンチのあれ。あこれ定期路線をつける、うん、いやでもどっから降りてきたんかな、降りてきたっていうか上がってきたというか、上がってきたっていう、上がってきたんか、おい、おかしい、あ、止まった、練習してますね、難しいですね、ここの切り返しはね、おい、ちゃんと止まったか見てみろ、よし、あ、止まりました、よし、効果ありがとうございます、よく確認、よし、よし、出発していいですか、あ、一応ドア開けてお客さんの報道してるようですね、あ、なるほどね、行った方がいいかな、うん、ちょっと動きましょうか、うん、ちょっと前の、前の、あ、バスがこの頭切れないんだよね、あ、でもまあ動いてしまえばいいんじゃないですか、うん、え、止まるみたいだから、これ動画にするんじゃないの、いや、もうそれはいいですから、いいですよ、うん、なんかネタ的に面白かったんだけど、さっきはあ、福祉車、右足バス、教習車って言ってるんですけど、あれ、教習車が来たところから回したの、いや、そこは回すな、あ、回さなかった面白かった。あ、こっちに入ってる。何時間ロックができるんかな、これな。あ、まだいます。うん、あ、なんかまだ電車来そうな雰囲気。うん、わ、すごい。すごい数。およそ300メートル。前のところ来ます。バス停。すんげー混んでる。すげー、何これ。こんな駅だったっけここ。いや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 。観光地だってすごいんだね。上りてきてるか。まもなく右方向です。雨はやんだ。何かやっぱり臨時列車に乗るんかな。定期があるんでしょ。ああ、すいません。こっちは行かれるってことだね。うん、あのなんだ、いわゆる、そう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 。ここを歩いたんだよ。でね、この上あたりからね、電線が邪魔なんだよな。トレーラーは入れるってことか。軽二輪。うん？軽二輪。うん、そうそう。あ、軽二輪登録するときどうやって登録するかしてます。知らない。車輪の数によって税金の数が金額が変わるんで。あ、そうなんだ。やべえ、これ二輪ですか四輪ですか。